皆さんこんにちは、みどりです。今回から新シリーズ音を開拓クラフトを始めていきます。こちらのシード地で遊んでいこうと思うんですが、ゲームモードはもちろんサバイバルで、難易度はノーマルでやっていきたいと思います。それでは早速ワールド生成していきましょう。とりあえず木が生えている島を選んだので、最初のサバイバルですごく苦労することはないと思うんだけど、ちょっとドキドキ。はい、やってまいりました。あ、早速カメさんいる。そして羊さんいますね。よかったよかった。じゃあまずは前からね、新しいワールドに来て一番最初にやること、腕で木こりやっていきます。で、苗木もね集めていきます。ではこちらの原木で作業台を作りまして、棒を作りまして、まずはね木のつるはしと木の斧を作ります。そして早速だけどさ、ちょっと羊ちゃんたちベッドになってもらおうかな。ごめんね。あー、大事に大事に使わせてもらう。羊毛もね、お肉もね、大事に食べます。ありがとう。え、めちゃくちゃ良くない？あと一匹でもうベッド困らない。あ、ここにいる。ありがとう。これでベッド完成。よし、もう夜が怖くない。これで、ところでスポーン地点どこだったっけ？この辺りだったよね。ちょっと一個ブロックを置いて迷子にならないようにしとこう。で、可愛いお花も生えてるよ。お花もらっとこうよ。そしてこちらのね、島こんな感じで、もうね、周り全部海でございます。ここでね、私は新しい人生を始めるんだ。ちょっとまずはぐるっと島の周り回ってみよう。あ、大好きなバラの低木がある。これはゲットしなくちゃ。そして、あっちになんかある。お菓子あるね。あ、で、洞窟っぽいものもあります。ああ、ちょっと荒れ地みたいな感じの。あれもでも島っぽいな。とりあえず、これで木材は4種類か。あ、この辺り多く生えてる。いいね。白樺もあって、オークもあって、でジャングルとアカシアも一応1本だけだけど、生えてると。あ、牛さんもいる。かわいい。ちょっと捕まえたいけど、まあまだ準備が何一つ整ってないな。サトギビゲット。やったやった。これは幸先いいぞ。あ、豚さん発見、かわいい。こんにちは。今日もピンクだね。かわいい。豚の群れだ。そして、こっちがジャングルっぽいんだけど、残念ながら竹がないな。ちょっとせっかくねジャングルあるから竹もあったらよかったなと思ったんですけど、あ、洞窟ではないのか。洞窟ではないけど、あ、なんと石炭発見。でもその前に石回収しよう。まず石だ。お、進捗、石器時代達成。いいよ、どんどん文明開化させていこうね。そして石のつるはしと石の斧をゲット。進捗アップグレード達成。あ、ちょっと夕方になってきたね。そしてこちらの、あ、やだ、1個だけ。ちょっと残念ながら1個だけでしたが、石炭
1個だけゲット。1個じゃねえ、松明4個しか作れないんだけど、じゃあ作っときましょう。で、このラバ版でしかできない左手に松明を持つっていうね、これをやりたくてジャバ版を始めたようなものなので、やったー。今回の動画で初めて見てくださる方はご存知ないと思うんですけど、これまでね遊んでたシリーズは総合版でねずっとやってたので、待って、照らせなかったんだ、夜を。夜照らしてる場合じゃない、寝よう。ちょく、いい夢見てね、達成。起き、朝。で、だいたいね、この起きた時に方角がわかんなくなるんだよね。こっちに行けばお家の方かな。お家というかスポーン地点の方かな。おー、なんだここは。泉と怖い。あ、怖いけどちょっと覗いちゃう。あ、なんか、大きな洞窟もしかしたらこの地下あるのかなってぐらい。すごい深そう。あ、ニワトリさん。やっぱちょっとかわいそうだからやめよう。なんか、あまりにもかわいすぎて。ちょっとダメだった。無理だった。私の中の両親が傷んでしまいました。戻ってきた。ここら辺だった。では、ここをベースキャンプと定めて、ぐるっとな。窓。で、こちらのね、いただいたお肉を焼きましょう。ツルハシ燃やしちゃうか。そしたら、この上さ、ちょうどいい感じに見晴らしいし、ここに、仮拠点作っていこうかな。そしたら続いて仮拠点作りのための木材集めをしよう。よし、それでは建築開始しましょう。で、大きさはねそんなに大きくしたくないから、間3マス開けて、こちら立てるぐらいでいいかな。深さも3マスにします。壊れた。もう一個作っといて、壁のところは皮は剥いでおこう。ここもかな。そしたらハーフブロックを作って、まず床を入れていこう。ちょっと下が出ちゃってる。次は階段で屋根を入れよう。屋根はもう仮拠点なのでシンプルな形でいきます。上はどうしよう、ハーフブロックにしとくか。よいしょ。よし、屋根ができたので一回寝よう。ここで寝るか。
おお、めちゃくちゃ景色のいいお家だ。そしたら内装をやっていきましょう。まずここは閉じちゃおうね。この隙間埋める。外から見た時の可愛さアップかな。そしたら白樺のフェンスを作って、よいしょ。ちょっとね、せっかくのいい景色が見えなくなって残念なんだけど、でさらにトラップドアも使おう。ここにちょっと後ろ気をつけつつ張り出してる感じで、窓の庇をつけます。で、ドアも白樺ね。白樺のドアを内側からつけます。これでどうだろう。かわいいかわいい。ここはせっかくだから模様が見えるようにつけよう。松明飾りたいけど1個しかない。あった。どこに行ったかと思った。よし。それで外も松明飾りました。かわいいじゃんお家。感じ感じ。あ、今ので気づいた。こっち側にもさ、同じようにさ、出しをつけたら可愛いんじゃない？この行き当たりばったり建築。どう？あ、いいじゃん。可愛い可愛い。楽だから、ベッドは可愛く、黄色にしまーす。よし。ベッド置いて、ベッドの真横にかまどってなかった。雰囲気的にね、火事起きそうで怖いんで、この向きにします。で、チェストも作って、OK、ここに設置しよう。よし、これで、仮拠点、できた！ちょっとね、仮拠点の周り小麦畑にしよっかなって思ったんだけど、バケツでね、水汲んでこないと全然育たないからやめて。お花を飾りました。かわいい。そしてこれはちょっとね、こっちの海辺の方にとりあえず埋めて食料確保していこうと思います。さっきちょっと一旦ここに植えたんだけど、動画が回ってなかったので一回撤去しました。それからこのサトウキビも海辺に植えとこう。とりあえずここでいっか。はい、こんな感じで新ワールド初めての建物が完成しました。フェーダーを入れるとこんな感じです。今回から Java 版になったので、憧れの PSL シェーダーを入れてみました。めちゃくちゃいい雰囲気だ。青空をバックにしてもめちゃくちゃのどかでいい感じです。やっぱり庇作ったのすごいアクセントになっててよかったね。ちょっと遠くから見るとね、高台のこの崖に張り出した土地に建物がある感じで、まあ、この感じもね、すごい可愛いなと思います。ああ、夕日の感じもめちゃくちゃ綺麗だね。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。このね、緑豊かな島をちょっとずつ開拓していって、可愛い建物をたくさん作って、素敵なね、街にしていくのが楽しみです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。